向こう離キャナル、スマリ宮公園は、兵庫県神戸市須磨区の丘陵に広がる面積82ヘクタールの広大な都市公園。西洋式庭園を中心とする本園と植物園からなる。正式名称は、神戸市立スマリ宮公園。神戸市公園緑化協会と神戸市増園協力会が指定管理者として、公園の維持管理を行っている。本園は、 月見山と呼ばれる景観地に位置しており、1907年に大谷洪水別邸を宮内省が買収して1908年に寄港し、1914年に完成した旧無孤離宮である。庭園は福場隼人が設計を行った。当時建設された離宮五天など建造物群の大半は1945年に戦災で消失した。 庭園は可能な限り春工時の状態に復元整備され、秋人情報ご成婚記念として、1967年に、つまり旧公園として、神戸市に貸しされた。植物園は、戦前の神戸経済を支えた岡崎財閥の旧、岡崎邸の敷地と建物を1973年に、神戸市が買収したものである。旧岡崎邸の洋館は、 阪神大震災により倒壊した。本園と植物園は専用の歩道橋で接続する。2006年12月、隣接する神戸女子大学と CP 提携を組み、様々なイベントを行っている。本園にはキャナルを中心とする平面幾何学式庭園とその上流のテラス式、庭園、斜面地に展開する風景式庭園に戦後植栽された樹木や花、植物園には、 熱帯、亜熱帯植物を植栽している、干渉温室など、多数の植物園がある。入園料は、大人400円、小中学生200円。駐車料は、バス2000円、乗用車500円、二輪車100円300台、収容神戸祭り、スマ音楽の森開催日と園が設定した、無料開放日については入場料無料となる。ありがとうございます。